皆さんこんばんは、ななみです。今日は、もう9月ということで秋のメイクをやっていきたいと思います。それではビデオスタート。はい、それでは早速やっていきます。今日ね、前日にまつげ美容液やってたから結構目の周りの色がやばい。はい、下地はポーランドジョーです。これもうもうそろそろ使い切っちゃうかも。お気に入りすぎて本当になくなるのが早い下地です。すごい肌トーンが綺麗に上がるんですよ。はい、こんな感じ。はい、じゃあそしたらファンデーションはセザンヌを使います。セザンヌ縛りの時に使ってたんですけど、すごく持ちも良くて綺麗なので気に入ってます。ウォータープルーフなんですよ。だからまだ汗かくんで、そういう季節にすごくいいと思います。まあ、ただ一つ言えることは、下地は保湿系と合わせた方がいいと思います。はい、 OK、 めっちゃ綺麗。はい、じゃあ続いてはナーズのコンシーラー。隠れきれてないものを隠していきます。セザンヌ自体がすごいカバー力あるんで、まあ必要ないっちゃ必要ないんですけど、結構カメラだと余計なものが映るので、そのために塗ってます。この2つ相性もすごくいいので、もしナーズのコンシーラー持ってる方は安心して使えるかなと思います。眉毛はセザンヌを使います。眉毛はいつもみたいな細くしなくて少し太くします。眉下がないのでここを埋めます。はい、こんな感じですかね。だいぶ太くなったかなと思います。でパウダーを塗るの忘れちゃったんでパウダー塗ります。 RMK の江戸桜トランスルーセントパウダーってやつです。はい、こんな感じ。色味的にはこんな感じで、色をつかなくてスーッと馴染むような感じになってます。今の時点だとちょっとだいぶ白いですね。いってきます。おお、久々にこの RMK シリーズこのパウダー使ったけどやっぱいいな。しかもパケが赤っていうのが可愛いんですよ。すごくラメ、パールは入ってないかなって思います。見た感じ、あ、なんかすごい顔色が明るい気がする。アイシャドウは&B のクリームシャドウを使います。ブロンズオレンジっていうカラーで、もうこれだけでも色味すごい乗るんですけど、この後にシャドウをのせていきたいと思います。これを最初にのせちゃいます。これだけでもね本当に可愛いんです。下にも入れておきます。こんな感じのカラーです。これ一色でも可愛くないですか。まあ、よく雑誌に載っているような感じのカラーかなと思います。そしたらダイソーのアイシャドウの最初にこちらのカラーを重ねていきます。さっきより少し濃くなったと思います。そしてこちらをライン上で入れていきます。垂れ目風に自分の目より下げて入れます。目の下にもこのまま余ったアイシャドウで塗ってきます。キャンメイクでラインを塗っていきます。なんか最近目の調子が本当に悪くて、最近ちょっとこっちの目が調子悪くて、なんか粘膜がちょっとこう出てくるんですよね。 なんていうんだこの目開けた時に目尻の方ですねの方がなんかピンクの粘膜がね、なんか、ま、表に出てきちゃうんですね。
はい、じゃあそしたらマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズベージュの286番を塗っていきます。色味こんな感じなんですけど、すごい綺麗なゴールド系のラメが入ってます。はい、こちらを下まぶたにのせていきます。めちゃめちゃ綺麗な色ですよね。これなんか TWICE のサナさんが使ってる涙袋のカラーらしいです。びっくり鼻の横のところから目頭まで入れます。はい、こんな感じ。じゃあマスカラを塗っていきます。いつものキャンメイクです。はい、安定の大好きなマスカラ。おー、ワインモーブを使っていきます。この目尻のとこだけこのカラーで塗って秋感を出します。これはもう自己満の世界なので特におすすめはしません。はい、できました。はい、じゃあそしたらチークキャンメイクの19番を使います。一回手にのせてから広げます。ほんのり色づいてくれればいいかなみたいな。はい、こんな感じです。ハイライトは MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュポストモダニストピーチのやつを使います。こちらを鼻先に塗ってこの鼻筋に塗っていきます。あとはこの目頭横と上唇の上、このそして頬のところにのせます。つやん。そしたらノーズシャドウを塗ります。眉頭から下ろして塗っていきます。そしたら鼻先にも塗ります。と少し濃い色で塗って後からぼかします。ここに丸を描くような感じ。そしたらぼかします。リップはセルボーグのリベレイティッドマットリップスの05番を塗ります。こんな感じのやつで新しく出たタイプのリップです。こういうなんかちょっとマットっぽいような感じのテクスチャーです。で内側から塗ります。ここちょっとスタンプするような感じで少しずつ上唇を高くします。そしたら広げていきます。指でポンポンポンみたいな感じで広げるのが一番いいかなと思います。はい、こんな感じです。そしたら最後にラインでちょっとまた目尻だけクッて上げる感じで。はい、シェーディングはセザンヌを使います。このエラを削りのこのスポンジでぼかします。最近アンドビーのやつばっか使ってたからセザンヌ縛りでこのセザンヌのスティック使ってすごい楽だなって思った。あの範囲がね広いんですよ、太くてだから塗りやすい。はい、できました。こんな感じです。あ、すっごい自分の髪の毛いい匂いする。いい匂い。とりあえずメイクは完成しました。
ということで今回は秋メイクをやっていきました。まあ、リップが結構秋っぽさが出てるかなって思うんですけど、意外とこの下地、あのアイシャドウの下地に使った&Bのアイシャドウもブラウンはブラウンなんですけども、こういったクリームシャドウで、深みをつけてあげることによって少しね秋っぽさが増すんじゃないかなと思います。あとは洋服の色味とかも少し、秋を意識したカラーを入れるとすごく秋っぽさが増すと思います。はい、それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、こちらからよろしくお願いします。バイバーイ。